の前にね、そのままはい乾杯、はい、我々クラスはワイン飲みますから、はい、我々クラスワイン飲みます、ハムシュじゃないですか、ハムシュワインね、我々クラスワイン、原監督の上でワイン覚えたっすから、あの、うん、元井っていうお寿司屋から行かれました、あ、はい、ホテルの近くの、はい、あのホテルから歩いてるから、歩いて行けるところです。俺らどこどこカウンターだけです。あのロアジールホテル。ロアジールから歩いて行けるところ、はい、行きました、2階。行きました。あのこう、赤い紹介のやつみたいな。小林さんに。そうそうそう。やっぱなんか野球つぶ買うよ、買うよ、喧嘩買うよ。喧嘩なら。あの、すごい、大将。タックルされんぞ。全部動けるんですよ。全部動ける。イントネーションちょっと違うんですけど。イントネーション違うんだ。違います。違います。だから可愛く感じるんですよね。あんな優しく感じます。怖くないですよ。本当のイントネーションで喋ることが一番怖いですけど。ね、そうしましょう。飲んじゃうんですよ。食べちゃうんですよ。最高です。すいません。お出汁もらっていいですか。はい、お出汁を。お出汁、はい、わかりました。これ前もあったんですけど、この豚だけはないですよね。はい、わかりました。前も豚追加したら。もうこれで用意して。こちらの方にたっぷり。やめましょう、それやめましょう。今からこう将来の大切な孫たちが来るんで。はい、何を言われるかわかんない。全部欲しがってるのちかさんですから。はい、僕です、僕です。はい、またお寿司でね。今のはそうですね。はい、あくどお願いします。最初はグーなんだ。あくどったの大したチームじゃないな。早いの。これ穴開いてますね。組目線にしますか。言わないとお前の話が入ってこない。デジタルしてるのや、いや、何してるのや。通じるかな。どこのことも言うんですか。先生、喋ってるだけの話やけど。そうそう、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、気ままは。はい、僕の。いえいえいえ、もう今日ね、またシワが増えるはずっていう話。大変ですよ。漫才してる、デブラも。ねえ、そうですね。元気でやってますか。あまた沖縄入りするときはまた連絡してくださいね。はい、お父さんに帰ります。はい、はいはい。もしもし。はいはいはい。だいぶ前から。相変わらず頑張ってますよ。元気ですか。秋元さんが始めたって日本監督してるじゃない。近くに来てくれてわざわざ。沖縄でしょ。2軍なんか2軍なんかしょうがない。ないよね。巨人のキャンプの時に。ウォシュレットも見に行ったんだよ。元気で頑張って。ウォシュレットすると。とてもいい方じゃん。はいはいはい。頑張ってね、じゃあね。はいはいはい。はい。だからあの時一番行ってないんだよ。頑張ってね、先生。またお願いします。あのね、あと3分で終わるんで、お願いします。ありやすいですよ、お願いします。はい、はい、皆さんによろしくどうぞ。はいはい。中田先生もちょっと回ってるわけじゃないですよね。外苑東通り沿いっていうのそこの通りです。さっきの中の坂道の坊枝松。坊枝の松坊枝の松であるんですか。あれはまたこの様子についてやってる。でもさ、彼女まで何やられてたんですか。どけにしてもらってもいいですか。言ってはよ。寿司もあるし。これも行こう。これも引っ張って大丈夫。そうですね。引っ張って大丈夫。してるから大丈夫。ダメだ、ダメだ。税は全部来ちゃう。そうそう、本当に。200円ね。はい。安っ。中途半端。でもね、キー君。はい。俺は中途半端じゃないよ。はい。
終わりだ終わりだ落ちちゃった。それ半端じゃない中途半端チーン タクマチーン大丈夫だよ。今日中畑さんのレースは何か補正はあるのでもう一回なんとかありました。で、あれ師匠自分で運転してきて隣にスポンジのゴーさんっていうベテランの記者と一緒に来たんですけど、師匠お疲れ様です、お疲れ様って言って車の時エンジンからそんなにゴーとしちゃった。流しはスクタイプですね。エンジン師匠エンジン止まる今まあ、ちょっといいですか、そのハブが僕のこと言うのですか。後ろちょっとハブが飛んでハブが飛んでびっくりしたっす。あの子俺見たら絶対食べないです。久米島はハブ出ますか。出ますよ。さっきも全然見たことない。ハブ御殿ってあるから。あ、あるんですか。ハブ御殿昔はあったよね。あったけど今はもう一匹届けてデブルプレゼンツを持ってるけど。何でしょうですか。見たことない最近。なんかあの島の人なんですけど、名前言えないけど、ギマさんっていう人が聞いたんですけど。僕の仲間が石垣のスナックに入って、必ず牛飼いに会うっていう話で聞きますよ。で、お兄さん何やってるの。牛飼いやってるんですよ。どこですか。スナックの久米島で。久米島で、はい、牛を飼ってるみたいな。そうですか、それか、牛飼いお前舐めてるだろうみたいな感じ。いや、僕舐めてる、そういうこと言ってますよ。顔が舐めてるって言ってる顔してる。めちゃくちゃこれ飲めえよ。一番くめせ、7、3ぐらいで、7お酒で3ぐらい、これ飲めえ。やっちゃおう。これで、7、3だね。どうぞ、どうぞ。一気飲みしろって言ってないから。あ、優しいっすね。一気飲みそれで終わってる人見てるから何人も。でもこれチラボタルも同じよ、30度かな。はい、だけどチラボタルの方が軽いね、軽いみたいな感じですね。そんなのでしょ。そんなのでしょ。あ、そうそう、ランタンも大変なことになります。危ない。お気止まんないでしょ。ありがとうございます。中川さん、今日会ったよ。会いました。中川さん、ご無沙汰してますから。デーブ会った。いや、先に挨拶は先やろうと思ってデーブ会ったよって。会いましたって。そっか、それで終わりやったけど。分かって、嬉しいですね。近川さんとこの感じ分かって。いやいやいや、でもほら、一緒に中川さんとほら、一緒に仕事してカラオケ歌ってとこに来たじゃん。浦添の方に。そうそうそう、上山の上の方ね。居酒屋プロリアなのにカラオケができる。そこで100点出すのにみんな頑張るっていう。カラオケみんなっていうか中川さんしか歌ってなかった。君が望むなら清しいですね。お前歌いっつってずっと歌ってるから。はいって言うだけだけど。ねえ、もう久米島来たらお家に入ってますよ、カラオケ。お家に久米島ダメでしょ、もう。来年は行こう。そうですね。コロナのあれで一歩も出れんかったから、この人じっとする人じゃないから。はい、じっとしてドローンですもんね。はい、ダイスしてドローン。ダイス、名前つけたら、うちの孫が、ダイスを教えてくれなくてご飯。優秀な。優秀な。冷や飯でもいいよ。今日来ますんで。冷や飯よ。ハイブルのハイブルのあのデブがあのご飯あんまり食うもんだからライス何も知ってるからさ。佐藤って名前だから佐藤のご飯。で次来た時に自分で何か言うしてるんだけど、なんか覚えしお前やんなかったご飯って言ってるんですけど、大丈夫なのかな。お孫さん今何歳ぐらいだけど、また5年生。あ、5年生、もう分かります。